はい、どうもこんにちは、ハヤトです。ポケモン対戦か、ランクマッチですね、やっていきます。本日、後付け実況となっております。ご了承ください。まあ、特にね、何かを了承してほしいってことはないんですけど、まあそういうことだけ伝えておきます。お相手のソータさん、よろしくお願いします。お相手のポケモンはオーガポンポリツドドゲザン、ドラパルト、羽ばたく神、ウーラオス。そして私が使っていくパーティーはゴリラサフゴでございます。チョッキを着たゴリランダーとグラスシードを持ったサーフゴで、物理にも特殊にも強く、まあ最終的にはね、サーフゴで身代わり悪巧みを積んでいけたらというパーティーでございます。相手のポケモンを見るに、基本的にゴリラはぶん投げていってよさそうで、今回のゴリラはチョッキを持たせて岩テラバを積んでおりますので、オーガポンにもそこそこ強く戦っていける編成でございます。ゴリラサフゴまでは脳死でかけて、ラス位置誰にするか問題か。ハバカミを選んだ。今のハヤトなら竜舞海竜を使いそうだけど、どうなんでしょう。まあ、その辺もね、感想戦含めて見ていけたらなと思います。さあ、それではソータさん、対戦よろしくお願いします。さあ、お相手のポケモンはドドゲザー。これもしかしたらちょっときつい。今回のゴリランダーは地面技は持ってきていません、積んでおりませんので、トンボ返りして逃げていっちゃうのがいいんじゃないでしょうか。とりあえず荷物叩く。初手のドドゲザーって何してくるの、全く知らない。お盆、やるじゃん。じゃあ素直にトンボしてっていいんじゃないかな。アイアンヘッドだろ、これ B 上げつつアイヘッド見たいよね。アイヘッド見たいじゃない、 B 上げつつテラス切って割れたくみしたいよね。早くは思うのです。普段だったらまあ悪巧みして、いやでもあ、ドドゲザン厄介だ、ドドゲザンしてきやがった。あいつ硬いからな。悪巧みガン積みしてプラス切って、悪巧みガン積みしてまあゴルラかゴルダウ、こっちもいるんだよなあいつ。テラスも、何テラスも、いや身代わりは愚策やろ。マジ下手っぴすぎない、それは。まあ裏に引かれてうんぬんかんぬん考えたら、一旦身代わり置いとくのはオーガポンバないだろ。いかがでしょう。ゲザン、あ、残るのであれば全然あり、全然あり。そっかそっか、あれこれだけ見ていいよ。じゃあこれ活かせるな、ガン積みしちゃえ、不意打ち。そうは問屋が下ろさない。じゃあこれ身代わり残るからもう一度悪巧みできるね。1位、相手の体力は結局一発で落とすから関係ない。もう一割れだけいいよ。パワー回り、それもう一発残るまでない、消える、あ、そうですか。じゃあここらで一丁
立ちかましてありましょうか。 B1 段階上昇、 C4 段階上昇、最強ゴリラ。いや、もう一回身代わり残したいか。じゃあでも不意打ち打たれたら結局時計さん、これは残る。でもこの次が不意打ちだった場合、ならゴリラ。なんで日和すぎ。いや、でも実質抜群か。勝った。いろいろ荒いな立ち回りが。これじゃあ後手後手やないかい。不意打ち打ってくんないか。まあゴリラだろうな。最初からそれでよかったんよ。あー残られた。むずいな。そもそもドドゲさん相手にモンティゴーで居座るっていうのも微妙か。とりあえず落とした。ただ身代わりは残っていないから上から来るポケモンには無力。そしてほぼ全てのポケモンが上から来る。孤立ぐらい下取ってるの。そしてポリツーが出てくる。これはラッキー。引き上がる。まあ奇跡だろうが何だろうがゴルラの前には皆無力。3段階上昇。ピーン。ズドドドドドド。勝った。さあまあ。え、他に打点ない。10万ボルトでもトライアタックでも。カッサマワンウェポンなんてことある。僕でよくない。それでダウンロードにはしてんやろ。物理方面特防上がっとるんやで。あ違う、防御上がっとるんやで。さらにスイッチ幅かみ。これはもうねゴリラで処していける最高の展開なんじゃないでしょうか。見せましょう。ゴルラや。相手が何言ってこようかゴルラや。さあ行くぜゴリランダ。削られてるのがちょっと痛いが、とはいえゴリラ投げて、あいつ S 上がってたよな。ドンとグラススライダー決めちゃおうぜ。テラス、ここでテラス。ハム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 。ここでテラス。あーなるほどね、ワンチャン落ちないかもってことか。落ちません。思ってたより硬いゴリランダー。これは降参かな。グラスラをどうこうできるわけでもなさそうだし、満場一致。行くぜ。これは伝えた。いや最後までね対戦してくださって本当にありがとうございます。グッドゲーム。それではソータさん対戦ありがとうございました。ハヤトチャンネル。さあそれでは続いて
2回戦目をやっていきます。お相手達兵衛さん、よろしくお願いします。これはめっちゃゴリラサフ号がね、もう危ぶむことなかれって感じ。エスパー技、バレパンマンもかも、エスパー炎のグレーンアルバムかも、ハバカミはゴリラが倒せる、イッカネズミはネズミザン当たらない、このヨザルは積んでシャドボで落ちる、カイリュウか、カイリュウどうするか問題ね。まあカイリュウはカイリュウで倒せるだろう、何の問題もなく。さあそれではゴリラサフゴラスイチハバカミを選ぶんだ、なるほどね、不思議ちゃん。さあそれでは達兵衛さん、対戦よろしくお願いします。お前55レベルで傲慢だになる気だな、達兵衛。ゴリランダーは基本的には引いていきたいけど、持ってるものもどうせお盆とか食べ残しとかだろう。もうね、殴らずに引くは全然あり。殴らずに積みまくれ、いけモンキゴースカーフィーの仕掛けもあるし、とりあえず一旦引いとくは安定か。アンコール、何を予測したんだろう。ここフンド打ってくれたボケだろ。うん、積んじゃっていい、ガンガン積もうぜ。さあ、お相手テラスティング、シャドウボウ嫌ったね、シャドウボウを決まって嫌ったノーマルテラス。そして上からプンダの拳、どんなもん？50ジャストということは身代わりは残らない。テラス切って身代わりする説もあるけれど、まあぶっちゃけこのままノーテラスで悪だくみもう一発ぐらい積んじゃって、いやそうだよね、そうだよね、男らしいね、それでいいのさ、グダグダにする必要はない。じゃあちょっと怖いからテラスしちゃおうか。ここはもうテラスを切っていっていいんじゃないでしょうか。切らない男だね、立花秀夫。え、それは無理やで、4段階だろ。どうだ、さあ、お相手2体目は羽ばたく神。まあこれは何の問題もなく、ノマテラが、じゃあ相手はもうテラス切ってる、じゃあシャドーボールで十分や、テラスを切っちゃいましょうよ隼人くん。そうだよね、テラス切ってシャドーボール、これで上から瞑想を積まれても何をされても怖くはない。まあ、ランチャー放電だから10万ボルトは覚えるのか、問題ないと思うけどな。ここで放電打てないんだろ、だって何の情報もないんだろ。そうね、サダボール OK。 ちなみにこのダメージの倍入っていたと仮定すると、おそらく落ちてる。じゃあテラスして正解。
これはファーフローで3盾あるのでしょうか。全然あるで、裏の画面を見るのハッサル。これシャドーボールで落ちるんじゃない。だって草技電気技なんてないよ。耐える2段階上昇、これ直気じゃない、あ直気じゃない、そうですかそうですか。バレパンしますね、あなたは。ただバレパン耐えるで、強すぎる、タマハッサム、ありがとう。これがゴールデンボーの強さよ。グッドゲイ。さあ、それでは辰部さん、対戦ありがとうございました。さあ、それでは本日の動画はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしく。それでは See you!